本部長、本部長、ちょっとよろしいですか。あの3号のこれあまり下がってないんですけど、もう一個気になるのが、あのさっきリアクタービルの二重扉の向こう側がもやもやでも300ミリシーベルトあったっていうのは、昨日の1号と似たような状況なんですね。で1号はあれはまあ完全に PCB からリアクタービルの中に漏れていて、で水素が上にやっていってるんで、やっぱりこれ2号よりも3号の方になるべく注入するという方向をまず考えていいってないですか。あの回数計にしても3号の方にまずは最大限あの注入する、あの2号とパラとか塗んじゃなくて、そちらの方がいいと思います。今のデータ見たらそう思った。最悪はブローアウトパネルを少しリアクタービルからの逃がすとか、そういうのも今朝方議論してましたけど、そういうことも考えるべきだと思いますけど、とりあえずさ3号の、水位回復の状況見たかったんだけど見れてないから、これはやっぱりここに注力すべきだと思うんでやりますよ。